こんにちは、ケイドラです。今回は超究極イフリートかっこシルさんのギミックが判明したので適正キャラを予想していこうと思います。では早速ギミック見ていきましょう。今回はこちら、メインギミックがワープと減速壁、他にもブロックだったり貫通制限も登場します。でさらに属性効果超アップ、弱点効果アップ、敵に触れるたびに攻撃力アップ、ギミック盛りだくさんなんですけども、これはやっぱりリムル接待ですよね。多属性に関しては非ダメージが本当に痛いんで、基本的には連れていけないと思います。敵にたくさん触れる必要があるんで、多分加速要素もめちゃくちゃ大事なクエストですよね。弱点効果アップもあるんで、おそらく敵にたくさん触れてからしっかり弱点を殴る必要があると思います。なので超スピード型、超アンチ減速壁、友情コンボの加速も結構有効的だと思います。で今回のクエスト、スキルなしのミッションもあるんですけども、スキルを使ってクリアしてもシズさんはゲットできるんで、とりあえず一旦クリアだけ目指すんだったらスキルも使っていいと思います。では適正キャラ予想していきましょう。まずはリムル、多分このキャラが最適正ですよね。超バランス型解放できて、ギミックも完全対応、他にもバリアだったり回復、ソウルスチールもあるんで HP 回復も長けています。友情コンボの火力も高いし、 SS の自強カバー率も高い、そして全体割合持ってるんで、敵にたくさん触れてから弱点殴るのを失敗したとしても安定したダメージを出せると思います。ただ気になる点としましては、このキャラ超アンチ減速ではないんで、クエストに加速雑魚がいないとちょっと足が心配ですね。そこ以外は基本的に全て強みなんで、一番活躍できる可能性があると思っています。続きましてカンウですね。このキャラに関してはまず超スピード型なんで足がめちゃくちゃ速いです。さらにバイタルキラー、カウンターキラー、底力持ってるんで殴り火力も十分高いで、 SS も自強化プラス敵を倒せば倒すほどパワーアップするんで、これが本当に強力ですよね。ギミック的にもめちゃくちゃ噛み合ってるんで結構使える可能性があるんですけども、コネクトの条件が貫通タイプ1体以上、もしくは合計ラック100以上なんで、編成する際はそこだけご注意ください。基本的にはめちゃくちゃ強いと思います。出雲に関してはまず魔族なんで、リムルと同族恩恵がもらえまして、その上に超バランス型カウンターキラー持ってるんで殴り火力も十分高いと思います。超アンチワープもありましたね。ただ SS が貫通変化なんで、価値が毎ターン蘇生するようなクエストだったらちょっと扱いにくいと思います。コネクトの条件はそこまで厳しくないんで、割と編成もしやすいですね。クロエ双葉に関してもめちゃくちゃ強そうでして、ファーストキラー、ダウンポジションキラー、さらに超アンチワープと超アンチ減速持ってるんで、完全ギミック対応の火力アタッカーです。しかも SS に関しては敵の弱点次第でワンパンも狙えるんで、星4号キャラですけども活躍できる可能性は十分あると思います。キルケゴールに関してはパワー型なんで足が非常に遅いんですけども、 SS を打てば減速率を一定期間緩和できるんで、これプラスダッシュプラス連撃キラー EL によって高い殴り火力を出せる可能性は十分あります。ただ SS を打つまでは結構扱いにくい可能性があるんで、そこだけご注意ください。周遊に関しては源流封じ持ってるんで価値のキラー乗るんですけども、まあこれは正直どう活躍するか分かんないですね。普通にワンパンライン乗ってる可能性もあるんで、そこまで気にしなくていいかなと思います。で他には回復 M だったり SS の弱点効果大アップが非常に強力なんで、しっかり味方の火力サポートができます。ハレルヤに関してはだいぶ優先度下がるんですけども、状態上底力だったり SS を打つと周りにパワーフィールドを展開するんで、そういったサポートもできる可能性はあります。とにかくガチャゲンでも適正キャラ本当に少ないんで結構難しい可能性高いと思います。で降臨キャラに関して、その他枠に関してはまずはこちら、コラボスターターパックの善逸&伊之助ですね。このキャラは超バランス型解放できまして、他にもカウンターキラーだったり SS に関してもしっかり直殴り扱いなんで、弱点の位置によってはもしかしたらゲージ飛ばしだったりワンパンもできるかもしれません。他のキャラは正直結構火力不足でして、まあ中でも強いのはカイリぐらいかな。他はズコール、一応アップポジションキラーを持っています。でウォッカに関しては SS ですよね。弱点露出&弱点効果アップあるんで、もしかするとワンパン枠のサポーター枠としてめちゃめちゃいい可能性もあります。貫通タイプのキャラはどれぐらい使えるか分かりませんが、一応紹介しておくと、まずは同時斬り、このキャラは超スピード型解放できるっていう点と、非属性キラーバイタルキラー M、 他にも超アンチワープ、超アンチ減速、
SS に関しても一定期間の自強化なんで、とにかく殴り火力は化け物です。もし貫通制限があまり出なかったら結構使えると思うし、関羽と同族恩恵を受けることができます。風神雷神に関しては超アンチワープ、超アンチ減速、弱点キラー M、 SS もかなり軽いんで結構使える可能性あると思います。ネオに関しては SS が多分全然使えないんで微妙かと思っていたんですけども、やっぱり殴り火力が化け物なんで全然使えてしまう可能性はあると思います。イリスに関しては超バランス型解放できるっていう点と超アンチ減速、あとは弱点露出もあるんでサポーター枠として使える可能性もあります。ホロホロに関しては一応割合 SS を持ってるんでそこの点だけは強いんですけども、他に目立った特徴はないんで優先度は低いと思います。そして加速枠に関しては結構いいキャラ揃っていまして、まずはラムアルファ、このキャラは減速対応していまして耐性もしっかり持っています。 SS に関しても割合なんで結構使える可能性あるんですけども、ワープは対応していないんで最初 SS 打つ時に雑魚に当たってしまうと腐る可能性あるんでそこだけご注意ください。キラに関してはワープ対応していまして超スピード型も解放できるんで、減速壁が粘着だったとしてもしっかり1回分は動けますね。さらに超レーザーストップ M だったり SS に関しては全体 30% 割合持ってるんでこれも非常に強力です。他の加速枠としましてはシンドバット、カーリー、ノアとかもおすすめですね。でワンパンできるかどうかは現状不明ですが、ギミック的にはもしかするとできる可能性あるんで紹介しておくと、まずはダイですね。このキャラはワープ対応はないんですけども超アンチ減速で加速できますっていう点と、追撃はボスの弱点必中なんで割と火力は出しやすいと思います。超バランス型カウンターキラー、あとは隠し仕様によって攻撃力も上がるんで火力に関しては申し分ないと思います。レムに関しても超アンチ減速対応、ボス必中の追撃なんですけども、まあこれはちょっと難しそうですよね。しっかり弱点の目の前に止まらないと火力入らないし、ワープ対応ないんでしっかり弱点の目の前に止まればもしかするとワンパンもできるかもしれません。ヤマトに関しては減速対応ないんですけどもワープは対応しているんでもしかするとワンパンできる可能性あると思います。超バランス型とキラー乗ってくると火力めちゃくちゃ高いし、追撃に関しても弱点必中なんでウォッカの SS 打った後にこの SS を打てば超高火力が入る気がします。他のキャラとしましては先ほど紹介しました双葉ちゃんだったり善逸&猪之助ですね。今回ギミックの仕様的には十分ワンパンできる可能性あるんでこちら楽しみにしております。とりあえず僕の初見パーティーに関してはリムル2体とキラヤマト1体、そしてもう1体は現状悩んでるんですけども、もしかすると黒い双葉ちゃんを編成する可能性あると思います。貫通タイプ1体編成しても全然いいと思ってるんでパーティー変える可能性は全然あるんですけども、加速枠は絶対入れたいと思ってるんで今回は平明照明超スピード型のキラヤマトを編成すると思います。よかったら皆さんの初見パーティーも教えてください。では最後シズさんの性能を見ていきましょう。まずはステータスですね。 HP は 22,518 なんでちょっと低めなんですけども、攻撃力が 32,94 あるんでこれは結構高いと思います。でスピードに関しても390あるんで降臨キャラの中では高水準だと思います。こちらの貫通アジン砲撃型、アビリティがアンチダメージオール、アンチ転送壁、無属性耐性無、ゲージで超アンチ減速壁、状態異常底力から SS ターンチャージ、 SS が自強化&停止後に最初に触れた敵に追撃15ターン、友情コンボが全敵反射衝撃波でラックスキルが友情コンボクリティカルですね。今回このキャラはアジン族なんで同族恩恵も受けやすいし、アンチ転送壁持ってるんで未来投資もできますよね。ダメオ転送壁に関しては降臨キャラでは初でして、はい、ダメオ転送壁だったり減速転送壁に関しては降臨キャラでは初実装です。で現状でもアンチダメージオールと超アンチ減速壁持ってるんで後日のプレディビュールで使いまして、さらに無属性耐性 M だったり状態異常底力持ってるんで、あのクエストは本当に火ダメージ痛いんですけども、ボスの毒メテオだったりあとはドクロの白爆発に関してもダメージを半分まで抑えてくれます。で毒になったら状態異常底力で火力もアップするんでめちゃくちゃ強い運枠として使えると思います。超アンチ減速で加速もできるし SS ターンチャージもあるんで同じアジン族のエースの SS ターンも短縮することができます。で友情コンボに関しては砲撃型では初の全敵反射衝撃波、
しっかりこれで火力貢献もできると思います。SS に関しては自強化プラス追撃なんですけども、自強化倍率は 1.6 倍ありましたね。15ターン、しかも降臨キャラとしてはかなり高いと思いましたし、追撃に関してはおそらく非直殴り扱いだったんですけども、しっかり非属性の攻撃だったんで、属性効果上がってるクエストでは多少火力貢献もできると思います。今回このキャラに関しては超究極をクリアすると運極状態で1体もらえるんですけども、1人1体しかゲットできないんで、しっかりその分性能も強いと感じました。今回のコラボのスキルを使ってクリアしても運極はもらえるんで、絶対に勝利してゲットしましょう。ただスキルを発動せずにクリアせよっていうミッションもあるんで、このクエストを2回やるのがめんどくさいっていう方は一発目からスキル使わず挑戦するのもいいと思います。以上、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。